6月8日、1日の取引が終了しました。日経平均株価は大幅続伸、今日の一番高い水準で取引を終えております。いわゆる高値引けとなりました。今日の終値は先週末との比較で314円37銭高の 23,178 円10銭となりました。日経平均23,000円台を回復しましたのは2月の21日以来およそ3ヶ月半ぶりとなります。トピックス東証株価指数も 18.24 ポイント高、 JPX 日経400 159.58 ポイント高と、いずれも 1% を上回る大幅な上昇で取引を終えました。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 73%、 1592銘柄、これに対して値下がりが約 24%、 526銘柄、変わらずが 2% ほどありました。全体の 73% が値上がりしたという東証一部の構成です。規模別株価指数もいずれも上昇、大型、中型、小型、あるいは新興市場も含めて揃って上昇しております。規模的にあまり大きな偏りは見られませんでした。先週あたりですと大型株が強く指数主導の上昇という側面が強く出ておりましたが、今日のところは小型株もそれなりに上げたということで、全体的に強かったという1日の試合です。商いは月曜としては高水準です。大引けの売買高17億300万株余り、売買代金が2兆8712億円、大台3兆円には届いておりませんが、それでも2兆8000億円台後半ということで、月曜としては高水準の商いをこなして、大きく上げたという強い試合の一日でした。朝方から買い注文が先行して始まりました。先週末5日のアメリカ市場におきまして、5月のアメリカの雇用統計が非常に強い数字になったということを受けまして、想定を上回るペースで景気が回復に向かうのではないかという期待感が強まりました。ニューヨーク株が大きく上げたというところも追い風となりまして、海外投資家、さらには国内の機関投資家、個人投資家などから幅広く景気敏感株中心に買い注文が入りました。日経平均株価朝方の早い段階で300円近く上昇、ただその後はやや高値警戒感も意識されまして、多少上値の重い展開が続いておりましたが、大引けにかけては再び買い直されて、あるいは売り方の買い戻しも入ったというふうに見ることができますが、大引け段階で今日の一番高値をつけたということで、結局314円の高値引けとなって取引を終えております。午後に発表されました、国内で内閣府から発表されました景気ウォッチャー調査、5月の景気ウォッチャー調査の結果が景気回復期待を高める内容だったことなども買い安心感につながりました。このところ新型コロナの影響で大きく売り込まれた景気敏感株中心に買われたというのが特徴的な物色の中身でもあります。素材や あるいは生産材など幅広く買い注文が入りました。個別銘柄で商い伴って挙げたところとしましては、銀行株などもあります。金融株全般に上昇ということですが、代表格金融銀行最大手三菱 UFJ8306 なども大きく商いを伴って買われております。逆に下げた銘柄としましては、医薬品株あるいはディフェンシブ系の銘柄全体的に軟調、医薬品の中では中外製薬4519がやや大きな下げ、 4% を超す下げで取引を終えております。ディフェンシブ系の銘柄ということで、このところ買われて5月にかけて買われたという反動で利益確定売りに押された形です。以上、今日大引けの模様東証アローズからお伝えしました。